平石監督3位、石井 GM、僕の中では B クラス、石井監督6位。3位が B クラスなら6位は一体？東北では英雄らしいな。僕の中で6位は A クラス。マジでスクリプトなんとかならねえのかよ。最強プランが発表されるまでの辛抱です。3位の監督をクビにした数年後に自分が監督やって5位6位にいる。乗って恥ずかしくないんかな。石井 GM は解任されたぞ。石井は GM として西武から引っこ抜いてくるだけでよかったのにな。6位も実質3位だから OK なんや。反転したら3位は B クラスで6位は A クラスやから。同じ B クラスだからなんともないぞ。西武やハムと比べて影が薄い。GM 兼任でもあれだし監督専任だとこれだしマジモンの無能ということを自ら証明してしまった。そもそもなんて石井が GM やら監督やらやってんだっけ？何か縁かゆかりがあるんか？新庄監督は言いました、優勝以外2位も6位も同じ、つまり最下位は A クラス。あの GM とあの無能ひげの熱い無能対決がほんと熱い。甲乙つけがたいとはまさにこのこと。ご視聴ありがとうございました。